石丸市長は今月、無印良品の出店に伴う道の駅改修費を盛り込んだ補正予算案を市議会に提出。しかし最大会派などが市長の専決処分に反発し、道の駅改修予算を削除しました。市長と議会をめぐっては、これまでも市長が公募で選んだ副市長人事案を議会が説明不足と否決するなど、溝は深まるばかり。そして今日の本会議で事態は動きます。当時の内容は石丸伸二市長への不信任決議の発議です。これまで石丸市政に賛成してきた議員から提出された不信任決議案、可決されれば市長は議決から10日以内に議会を解散するか失職するかを迫られることから、市民の判断に委ねるべきだと主張します。議会解散権を行使し、議会と市長の対立の解消は市民の公正な判断に基づく選挙に委ねること。しかし議会軽視などと市長の施策に反対してきた最大会派などはこれに反対、不信任案は否決となりました。一方で最大会派の議員が提出したのは、議会の解散などの法的拘束力を持たない問責決議案。こちらは賛成多数で可決されました。自分の議席が失われるリスクがあるからです。相手の文句はつけるけど、相手に言いがかりはするけど、不信任は出さない、通さないだけじゃないですか。これを権力の私物化って言うんじゃないですか。一方、問責決議案を提出した議員は、不信任はもうやめなさいでしょ、あなたやめなさいでしょ、まずそこまでじゃないと、次から事業振興は改めてんじゃないかというふうに思いますけど、一体何が起きているんだというふうに感じるわけなんですけども、石丸市政を3年取材しています岡森記者に入っていただきます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そもそもですね、この不信任決議案と問責決議案というのはこれどう違うんですか。はい、今回のケースでですね、決定的に違うのがですね、こちら市長が議会を解散できるかどうかということになります。こちらの不信任決議案が仮に可決された場合、はい、市長は10日以内に議会を解散するか、市長自身が失職するか、公的選択をですね、迫られることになるんですけれども、今回こちらは否決されました。しかもこの項を石丸さんに賛成している議員の人が出したということなんですよね。はい、熊高議員、賛成している議員なんですけれども、この対立関係が長期化する中ですね、もう議会解散して、もう市民に民意を問うしかないというふうな思いで、提出されたというふうに語ってました。一方のこの問責決議案というのはどういうものになるんですか。はい、こちらはですね、今回可決されたものなんですけれども、市長の責任を問い反省を促すことはできるんですが、法的拘束力がないということで、実質この石丸市政にとってはあまり影響はない、決議になってしまうということなんですね。でも最大会派の方はこれを出して可決したということになるわけなんですけども、はい、今回この問責決議案可決ということになった背景はどうなんでしょうか。はい、こちらはこれまでの取材で石丸市長はですね、不信任案可決なら即議会を解散するというふうに語っていました。でこちら最大会派で先ほど問責決議案を提出した最大会派の大下議長はですね、取材に対し、市長が民意を問うんであれば市長が辞めればいいと、議会まで巻き込むのはおかしいというふうに話されててですね、もし仮に不信任が可決されてしまえば、議会解散即選挙になるところを、解散を避けるために問責決議案にとどめたというふうな面もあるのではないかなと見られます。市長だけの責任なのかなというふうにここだけ見ていると感じるところもあるんですけども、はい、このままいくと、来年の8月に市長選挙があって11月に市議選があって、そこで石丸市政や、議会に対する民意を問うということになると思うんですけども、はい、岡森記者はどう見ていますか。はい、ですね、こちら今回ですね、若手の議員にもですね、取材をしたんですけれども、こちら南沢議員はですね、問責決議案、不信任どちらも、反対したんですが、ただ
議会市長のこの対立解消は選挙しかないというふうな考えをお持ちでですね、まあ、今回このタイミングであると新しい候補、今の議員さんではない新しい候補がなかなか出馬しにくいということで、もし仮に準備が整った状況の中不信任案というものが出れば、南沢さん自身は賛成できるというふうなこともおっしゃってましてですね、まあ、年4回議会がありますけれども、まあ、この来年8月11月の任期までに再度不信任案が出されれば、まあ、今後の状況変わっていくかも、議会は解散市長選ということになるかもしれない、そういった状況があります。次の議会は9月になるということですね。また今年中にも動きがあるかもしれないということです。秋田方市政、今後も注目して見ていきたいと思います。岡森記者でした。ありがとうございました。